球やスポーツに限らず、俺たちの時代はこうだったって言い出したら、本当に厄介なことになりますからね。ダルビッシュそうなんです。だから、自分がもう決めているのは、絶対に自分はそういうことをやらないようにしようと。例えば、日本のプロ野球時代の自分の成績は、2011年が数字としては一番良かったんですね。その2011年の数字と、去年の菅野智之巨人君の数字を比べて検証した記事をネットで見たことがあって。でも、それは全く意味がない。なぜなら、2011年と2018年は、もう野球のレベルが全く違うんです。だから、数字を比べるまでもなく絶対に菅野くんの方が上だということを徹底的に認めていかないとダメだと思うんですよ。今のバッターの方が2011年よりはるかにいいわけだし、2011年は規定の反発係数に達していなかった統一球やし、今の方がピッチャーを分析するデータのレベルも上がってる。だから、上の年代の人たちが現代の選手を過去の自分と比べて、過去の自分を上に置いていたら、プロ野球界は、絶対に前に進んでいかない。正論、どんなスポーツでもそうやしその通りなんやない？いや、落合は打つ。昔の選手が現代に生まれて現代の栄養状態で育ってトレーニング機器と理論を活用できると仮定するなら通用する可能性はある。落合、どんでん今の野球はレベルが低い。イチローは？無理やね。落合は活躍できそうやけどホームランは無理やな。そもそもダル自体昔の選手やん。イチローは高速化についていけてなかったからだいぶ怪しい。その頃40過ぎのジジイやないか。イチローは今でも同じくらいの成績残しそうだけど現代だと評価されなくてあんま使われない。でも今の選手に金田や沢村の190キロが打てるとは思えんぞ。皆さんは、現代の選手と昔の選手、もしも実際に対戦したらどうなると思いますか？ぜひご意見を寄せくださいね。ご視聴ありがとうございました。